川の防災情報は国土交通省が提供する身近な雨の状況、川の水位と危険性、川の予計法などをリアルタイムで知らせるウェブサイトである。大雨時の河川の氾濫の危険性などを知ることができる。急峻な山岳地帯を有し台風が上昇する日本はその地形、気候条件から水害、土砂災害や滑水などの自然災害に対して 常に備えていかなければならない条件下にある。特に水に関する情報を管理し活用することは豊かで個性ある国民生活を実現する上で必要不可欠となっている。このため水情報を適正に管理し情報が共有化された国土を構築することが求められており ICT 技術を活用した新たな取り組みを進める必要がある。 そこで国土交通省水管理国土保全局では水に関するあらゆる情報を収集整備し国民がそれを共有し活用することによって実現された安全で多様な文化を持つ国土を水情報国土として定義しその構築に向けて主旨の整備を進めている水情報国土構築の一環として2001年6月に 一般の人々を対象とした一般向け川の防災情報の提供が開始された。その後、2004から2005年に頻発した豪雨災害を踏まえ、水防や避難勧告等の発表など、市町村等における防災体制強化の支援を目的として、アクセスが集中する豪雨、水害発生時でも確実な情報の提供が可能となるよう、 2006年4月より市町村等の防災機関向けにインターネットを通じた河川に関する防災情報、市町村向け川の防災情報の提供が開始された。水情報国土として川の防災情報のほかに河川水位、雨量、水質等のストックデータを提供している水門水質データベース、河川水辺の国勢調査のストックデータを提供している。 河川環境データベースなどがある。川の防災情報及び水門水質データベースで提供されている情報は市町村向け、一般向け情報取得方法ごとに次の通りである。河川の予計法には河川の洪水予報、水周地河川情報、水防警報とダム放流通知がある。これらについては国が発表したものと一部都道府県が発表したものがあり、 それぞれ情報を提供されている。ありがとうございます。